んにちは。鈴木販売宇都宮東のサービスマシンです。今日はジムニーの方をまたまたカスタムしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、今回は話題の商品をつけていきたいと思います。 YouTube でジムニーの動画を見ている方であれば一度は聞いたことがあるはず。 CL リンクで、今回 CL リンク様の、ジムニー用サブコンの方をつけていきたいと思います。取り付け説明と思想動画の方をつけていきますので楽しみにしてください。それでは取り付けていきます。はい、こちらが、サブコンになります。で、これを取り付ける際なんですが、注意点、こんなことがホームページに書いてありました。はい、で、そうなんです。当社のジムニーはグレッティエアクリーナーに交換してあります。またマフラーも車検対応ではありますが、アピオ吉村マフラーをつけております。はい、で、視聴者様の中にも CL リンクのサブコンの方をつけたいのになって思ってる方も多いはずで、今回は当社のジムニーを使って検証していきたいと思います。で、カスタムしてる方もこれを見ればなんとかかも考えていただければなって思います。見ていくのはこちらのサブコンになります。こちら防水カバーがついているので、あの雨の日も安心です。で、今回はなんと工具を一切使いません。カプラー2つ抜くだけで、こちらのサブコンが取り付け可能になります。それでは捨てていきます。の注意点なんですが、エンジン機を抜いてから10分以上放置した上で、作業の方を行ってください。あと、バッテリーの方のプラス端子は抜かないようにお願いいたします。それではやっていきます。圧力センサーのカプラーの方をこちら上側を抜いていきます。あともう1個こっちにある2個目のカプラー、こちらも抜いていきます。はい、こんな感じで取れました。で、取り付ける際なんですけど、短いのと長いのがあるんですよ。で、車両側の方が上側、一番最初に抜いた方のカプラーが3ピンで、2番目に抜いた方の方が4ピンになります。こちら間違えないようにだけお願いします。はい、で、長い方に、3ピンの方のカプラーが刺さるようにしてください。こちら純正の方のところにカチッといけないことを確認してください。で、もう一個 CL リンク側の方のカプラーがあるので、それと純正の方のカプラーをはめてください。パチンって言います。はい、これで今つながりました。で、あとは、短い方、こちら4ピン側になりますので今つなげていきたいと思います。はい、で、短い方刺さりました。で、4ピンの方になります。で、こちら車両側につけていきます。こっち、ここ、違う違う、口これ抜けちゃう、なんか一緒に乗る、あ、入った。繋がりました。これで取り付け終わっちゃいました。はい、取り付けの方が完了したので、あとは配線の方をまとめていきたいと思います。で、こちら
ギボシがなんかついてるんですけど、こちらはオプションのものをつけるためのギボシになるので、今回こちら不要なので、テープの方を留めていきたいと思います。はい、じゃこのカプラーとギボシですね、これをビニールテープで巻いていきたいと思います。こっちの方がいいかな。不器用なんで。とりあえずこんな感じでぐるぐる巻きになりました。はい、じゃあ配線の方とか止めていきます。これプラプラしちゃってるんで、とりあえずこれ2本で、長い配線をまとめていきます。土砂のジムニーはちょっとコンピューター純正の ECU の方の真裏につけようと思うので、この辺につけたいなってイメージなんで、ちょっとこれに長さを合わせて純正のハーネス類にちょっとくっつけていきたいと思います。どうしましょう。CU リンク様のサーブコンの方にも、結束バンド入ってるんですけど、多分純正のハーネスにまとめる際はもうちょっと長い、タイラップ結束バンドをご用意していただいた方がいいかなと思います。間違えて配線切らないようにお願いします。分かりづらいかもしれないんですけど、バッテリー隣にある配線、純正ハイネスの方の配線にまとめさせていただきました。そしたらサブコンをここにくっつけたいので、両面テープでつけるので、まず脱脂をしていきたいと思います。派手なウエスしかなかったんで、
れシエルリンク様のサブコンの中に入ってた付属の 3M の両面テープが入ってるんで、それをつけていきたいと思います。で、貼るときこれカバーなんで取れちゃうんで、これじゃないところにつけてもらった方がいいです。この辺かな。よいしょ、うん、良さそうですね。あともう一個、こんな感じでつけました。そしたら車両がつけていきます。探しちゃいます。よいしょ、ちょっとすいません、よっ、よーくペッペッと、よっ、はい、こんな感じでくっつきました。はい、じゃあこれからノーマルモードで通常の純正で地層の方行きたいと思います。もともとこの子はエアクリーとか変わってるんで、楽しいカスタムになってるんで、これからそのサブコンの方が変わったらどんな感じになるかなってところで、今の状況をちょっと把握のためにノーマルでちょっと試走行きたいと思います。今からパワーモードの方に切り替えてきます。パワーの方に行ったんで、はい、じゃあ今からパワーモードになったので、これからまた試走の方をしていきたいと思います。今バイパスの方乗ったのでちょっと踏んでみたいと思います。あ、いいですね、すごい速いやばい、すごい信号が青になったら加速感を試していきたいと思います。はい、じゃあ青になったんで行きます。やっぱすごいですね、信号待ちからの立ち上がりすごい速い。ノーマルの時に比べてパワーモードにすると立ち上がりがすごく良くなった気がします。当社のカスタムジムニーの方に、まあ、今回 CL リンクのサブコンの方付けさせていただきましたが、チェックランプもなく何も具合等もなく無事着きました。で、もともと楽しい車だったんですけども、サブコンを捨ててからかなり楽しい車になったかなと思います。はい、はい、今回の動画気に入っていただきましたか？よろしければグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画です。